なんだかよくわかんない。まずはこの6人タッグマッチですね、ロス・トレス・ブラザーズ対キング・ロビン・フッド・クーリー・ショージの一戦ですけども、サスケ選手、まあ、先ほど笑って言いましたけども、はいはい、まあ赤字って言いましたけどね、でもね、そのこのキャパ会場が8000人ぐらいということで、そうですね、でもあの地元でね、サスケ選手、プロレスラーになって、こういう形で凱旋というのは本当に感ね、極まるっていうか、前の日眠れました？前の日はですね、忙しくて眠れませんでした。清水さん当然このね、大会見に行ったと思うんですけども、前の日に雪が降ったんですよね。そうなんですね。それでこの日もすっごい寒かったんですよ。これで本当お客さんが集まるのかなと思う。そうですか。本当にそれは心配したけども、思った以上に僕は入ったと思うんですけどね。そうですか。はい、あの清水さん、はい、岩手そして盛岡というと、はい、プレスのビッグな会場では岩手盛岡県営体育館、はい、これが過去ですね、うん、選手ね、プレスのね、ビッグマッチ、はい、日本のファンにもね知られてると思うんですけどもね、はい、新しい会場でね、新しいスタートということでね、はい、まあ清水さん、ここはね、プレー旗揚げ戦、相撲のね、巡業ですか？巡業やったりするところで、プロレス初めてなんですよね。そうですか、うん、なるほど。そしてまあね、このプレー旗揚げ戦のね、このタッグマッチで6人ですけども、ブラソスがね、相手にロビンフッドを加えてのクーリーとキングということで、清水さん、はい、この試合のポイントはまあこのロビンとブラソスの対決ってのもありますけども、うん、まあ、初来日のキングかなということもありますけどもね、うん、この日はロビンがすごい良かったですね。まあ、佐々木選手、はい、マスコミ報道でもですねされていますように、これからですね1993年ユニバーサルのシリーズが終わりまして、はい、その後1週間単位ですか、あの岩手県をサーキットするということで、はい、よろしいんでしょうか。まあ、1週間というか、まあ、2週間あるいは3週間ぐらい、なるほど、ものをやろうかなと思ってますけどね、まあ、市町村を、はい、ターゲットにということで、そうですね、まあ、清水さん、これはあの佐々木選手がよくねあのコメントしていたように、はい、メキシコでは毎週その地域で会場が決まっていて、1年を通して1月から12月までプロレスが見られるという。そうですね、はい、毎週何曜日はどこの会場っていう場所決まってて、はい、例えば火曜日、火曜日と木曜日に試合があるっていうふうにね、はい、大体週に2回同じ会場に行きますよね、プロレスはね。その一つの、そのうちの一つが大きい試合で、一つが小さい試合、小さいちょっと小規模な試合という形で、はい、だからものすごい試合数ですよね。そうですね、試合会場も多いですし、試合数も多いですよね。なるほど、はい、楽しみがね、やっぱり2倍、3倍って感じですよね。日本で見るルチャリブレですけども、まあ、このキングなんですけども、佐々木選手、はい、まあ、日本ではこのシリーズね、同じく初来日のですね、はい、コロソですね、やっぱり結構緊張感もあったと思うんですけども、はい、徐々にこう本領発揮していい動き出してきましたよね。そうですね、コラーケンホールから始まりまして、はい、この最終戦まで、まあ、ブラソスはもう説明いらないと思うんですけども、ね、キング選手はもうメキシコでは地味な選手だったんですけどね、日本でもう全力ファイトしてくれましたね。はい、まあ、清水さん、はい、この6人タッグマッチで日本人ただ1人、クーリーね、はい、ソージが1人ということで、コンビネーションがねちょっと不安かなという感じですけども、はい、うん、でも動きはよくもう長いことやってますから知ってますからね、はい、この日はね、高道の選手ですか、はい、これ、サスケ選手と同じ同郷なんですけどね、あ、1本目決まりました ね、 ね、はい、9分3秒ノーザンライドスプレックス、クーリー・ショージがエルブラスを綺麗にブリッジで北斗現場固めで1本先取ですね。で、高道の君が、まあ、同じように凱旋ファイトをしてこれを受けた、はい、でちょっと、まあ、緊張したところでこのブラソスとロビンが出てきて、会長の雰囲気をほぐしてくれたというような感じでね、みんなね、初めてのルチャなのによく知ってますよね。あ、そうですか。びっくりしました。はい、あのサスケ選手がね、はい、コメントしてるようにですね、はい、仕事が終わって、はい、夜の食事をして、ね、プレスを見に来てほしいということで、はい、なんか試合開始時間も従来のプレスというと6時半とかね、はい、7時が今までのね、なんか通り一辺倒の時間だったんですけども、はいはい、ちょっと8時とか遅めに始まるんですか、これからは。これからはやってみようと思ってますね。そういうのもいいですよね。そうですね、家族みんなでプレス見に行こうとかね、はい、まあ、そういう面ではこのブラソスとかね、はい、松選手、はい、岩手県の人にも、もう一躍ね人気者になったと思いますけども、そうですね、ロビンとキング、ああ突進をかわして
プラタがトペと見せかけてのあフェイントからだねいつものオスポーズですけどもつみさん、はい、しかし兄弟はこんな多くてね、まあ、お父さんそれで血筋がねサラブレッドでいいんだと思いますけども、はい、何でもできちゃうっていうのは見ててこう簡単そうにやってますけどもね、やっぱりキャリアですよね、うん、相当やっぱり努力してるからトップを取れたんじゃないかと思うんですけどね、はい、おっとこれトワイライトゾーンにそろそろ皆さんトワイライトゾーン一発目いきましたね、同士打ちですよ、プラタがフライングボディープレスで、あこれが張り手で、すみさん説明がいらないという、はい、このルチャリブレ、はいね、そしてブラソス でも初めてサスケ選手プロレスを見る方っていうのもね、はい、年齢問わず多いと思うんで、こうやっぱり初めて見てまた来てもらうっていうことが大事だと思うんですよね。そうですね、もうそれにはもうブラソスうってつけですね欠かせませんよねさあ皆さん注目してくださいよ、ここでクーリーがパンチで、でもロビンウッドの、ね、後ろに、ね、ほらヒップがポンだポンだポンの、これもトワイライトゾーンのパート2ですけどもここでね、キングやめろよってロビンが倒れてるじゃないかこれもね清水さん、はい、これ多分他の選手がやっても、はい、多分違うんでしょうね、意味合いがね、で、これさらえた試合に移るんですよねここら辺がね、仲間にしないとかで不思議な、ね、世界なんですけどもね、このシリーズね、ブラソスと、下の弟3人ですか、はい、何回も当たったですけどね、これから多分こういうことはもうこれは最終戦ですからね、はい、もう見られないんじゃないかなっていう、僕はそういう風な気が しながら見てたんですけどね。そうですか、うん、日本メキシコ通じて、そのことは相当やっぱりなんか兄弟もなんかこういう経験ができたってことは感謝してみてですね。あ、そうですか、はい、なるほど、やっぱりレスラーっていうのは戦いお互い相手が強ければ、おっとここで横回転十字固めで、あロビンフードカウントトレスをですね、ウノドストレス数えられてしまいました、タイム4分40秒、横回転固めブラスでオロ、さすが長男だなと思いますけども、清水さん、はい、このブラスでオロのプラタが、はい、昔新日本に来てタイガーマスと戦ったんで知ってる人は何人いるんでしょうかね。そうですね、マスケ選手ね。そうですね。体型もあの当時違いましたもんね。違いましたね。今から十何年前ですから、ね。今のロビンぐらいの体型だったと思うんですよね。そうですよね。こ、うん、んなに変わっちゃうのかな。あの時ブラスでプラタが16歳で。日本で17歳の誕生日したのを覚えてます。16歳で17。はい。うわ、わかったですね、じゃあ。はい、1対1のね、6人タグマッチ決勝の3本目ですけども。4の字器用なところを見せますけども、そしてこれはプラタのギロチンドロップ、あ場内ロビンコールね、サスケ選手、はい、こういったコールが起きるってのは嬉しいですよね。そうですね、清水さん、こういった興行っていうのは、はい、地元出身のサスケ選手に人気が集中しちゃうのかなと思うんですけど、はい、ちょっとロビンコールが起こるという、うん、だからこれさすがプレスファン、いやルチャファンですね、ルチャファンですか、プレスファンじゃない、ルチャファン、はい、なるほど、で清水さんと一緒にコールしてたわけじゃないんですね。いや、僕は報道について真正面にいます。あ、いますか、報道ついてます、ホセ、ホセデュアン、失礼しました、ホセ、あ、ホセいましたね、つまらなそうに言ってますね、内心喜んでるけどねここでキングにタッチしたね、あプラダのラリアート、スロイダー、いつものねプラタのね持ってるね技をね存分に出してる攻撃ですけども、スリーパーホールド、逆にクーリーがアシストでこれフェイスロック気味ですね、おっとこれもまさしくさあ繋がるんでしょうか、1人が2人、2人が3人、これロビンが何に行くのか、乗っかって、これも珍しい、これはこれは40のとこですか、清水さん今40のと30ですか、40ですね。さあここでキングが最後にフェイスロックに行ってこれ繋がりましたね、しかしプラタが解こうとしてますが、今度ヘッドロックに移行しましたね、あこれはあ222
2-2-2 に分かれましたけどもね。そしてロビンが突進、それショルダースロー、回転エビで狙ったらこれヒッププッシュで落とされて、あー回転エビで3人が3人を同時フォール狙いましたけども惜しい。試合が早くなりました。キングとクーリーを鉢合わせにして、また崎、そして清水さん、この動きの後はエストレイジャーでしょうか、ロビンのどうでしょうか、オロでしょうか、いやエストレイジャーではなくてイータパティアって言うんですね。イータパティアですね、はい、で両手離すってところが、そうですね、そしてクーリーがあーっと逆にドロップキック、エルブラソのドロップキックを浴びてしまって、フェイントをかけてエプロンからの、あっとトペコンヒーロー思い切っていきました。逆に今度キングもエプロン越しから飛んで、そしてブラソでオロの、あー綺麗なトペ、キング、クーリー、少女を蹴散らして、ロビンが真っ赤なコスチュームから真っ赤に燃えたトペだ。清水さん、はい、これもやっぱり空中戦ルチャリベの魅力です ね、 そしてお待たせしました、140キロプラタが飛んで、これは敵味方関係ないですね、サスケ選手。はい、もうめちゃくちゃですね。いやでもサスケ選手も何度も受けたと思いますけども、はい、しんどいでしょう。重たいですからね、とにかく。なんかまた増えたんじゃないかと私体重思ってます。そうですね、腹の部分が、でも全然動き変わりませんよね、と言ってる間にね、はい、はい、ブラソデプラタ8分51秒耐え方でキングを下して2対1、さすがロストレスブラソス、さすがにこの3人の連携はね、カタカタということで2対1勝利をものにしましたけども、清水さん、はい、どうでしょうか、2対1この結果。いや、これは順当でしょうね。そうですか、うん、あのみんなすごいハッスルファイトだったですよね。はい、うん、サスケ選手、はい、一言感想どうですか。いや、とにかくこんなに太ってるのによく動くなという すごいですね。あのもしビデオを持ってる方はね、はい、昔のね新日プロタイガーマスク時のねブラスでオロ、ブラスでプラダ、これ注目してほしいと思います、2対1でロストレスブラソス、キング、ロビン、クーリー、ショージ組を下した6人タッグマッチをご覧いただきました。この後はコマーシャルです。